もうごめんなさい。死ねー。今から普通にただただだね、ベラベラね、ペチャクチャ喋るだけなんですよ、この間で。負けたら負けたらしいみたいな。さっきの負けたやつすごいなんかお前さ、お前さ、お前、お前さ、オリゴンボー、オリゴンボー、ちょっと待って待って待って、え？お前、え？リーさん、おい、アスクルト入ってる。だよな。逆転補正入り始めたな。やっぱ逆転補正やったか。まあ、てか、プテラノドンはもう避けるモンスターだ。うん。逆転補正的にもプテラノドン的にも避けるわな、そら。うん。なんかここから負けそうで笑うんだけど。ここから負けたら、まあ確かに録画してた会話あるけどね。なんかここから負けそうな気がする。逆転補正、来ます？俺逆転補正来ます？もしかして。あれもしかして？おー、外すんだ。スライガードって外す技だったっけな。あ、待って。なんか、ちょっと待って。うん、なんか嫌な予感がする。大丈夫か？大丈夫か？おい、鬼コンボ。お前、帰れ。ちょっと待って、今完全に無言なんだけど、こいつ。つい感じる。ドランゴちゃんに CEO。CEO じゃないのよ。軽い気持ちでドランゴちゃんに CEO じゃないんですよ、ほんと。覚悟しよ。行くぞ。なに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 、そのスピーカーの。ちょっと待って待って待って、ひどいひどいひどい。なんだなんだなんだ、このスピーカーのは。俺は力を手に入れた。俺は、力を手に入れた。行くぞ、せーの、はい。今俺はね、悪魔に力を借りてるわ。あ、ダメそれ。え、ちょっとちょっと、ダメっす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 、ダメダメ、おい、オッケー。今俺は力を手に入れている。戻す作業という名の力を手に入れた。悪魔の力が、てか悪魔じゃねえか、本当におめえら悪魔じゃねえか。おめえら全員サタンタイプじゃねえかよ、くみたいな。今は力を手に入れた。ぶっ飛ばしてやるってばよ。忍びが何だってばよ。忍びが何だってばよ。行くぜ。ねえ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 、偉いごなり、それちょっとダメダメ。行くぜ。行くぜ。忍びが何だってば。ああ、ひでえなこれ。ぶっ飛ばしてやるってばよ。行くぜ。はい。はい。何何何、ちょっと皆さん、見た目でこれ、見た目でこれです。見てください、見た目でこれです。あの時の苦労は何だったのか。あの時の苦労は一体何でしょう。何でしょうじゃねえんだよ。今は力を手に入れた、ただそれだけのこと。今は力、そう、勝つための力を手に入れたんだ。俺は今までの全てを投げ打って勝つための力を手に入れた。ハドラーでもここまでし、ハドラーでもここまでしねえな。ひでえな。ハドラーでもここまでしねえ。行くぜ。行くぜ。覚悟しろ。俺メラミンを捉えた。行くぜ。ウルトラスタンプより強い。なんだこのクソゲーはみたいになってるぞ。おい、やめろやめろやめろ。鬼コンボと全く関係ねえのよ。でいいじゃん。綺麗に青赤緑。さて、眠る準備はいいか。ひでえな。全部 A だ。これ全部 A でいいしね。
楽だわ、超楽だわ、全部 A でいい全部 A でいい。すんなに潮流軍団出てきたんだけど潮流軍団出てきた、行くぜ潮流軍団てかお前ら全員あれか、カウンター選んでないこいつら401だって、401だって逆転補正されたとしてもよ、まあなんとかなるよなんだなんだ、潮流軍団みたいになってきたぞ、潮流軍団あーあーひでえなこりゃ、行ってこい、おら行くぜ、おおウルトラスタンプ、ちょっと待って、ちょっと待って、ウルトラスタンプと同じぐらい火力出てんだウルトラスタンプもういらねえなこれあこれウルトラスタンプもういらねえわなんだなんだなんだこのゲーム、おなんだ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 、ウルトラスタンプいらねえぞこれ判断力高いから一体もし挑発方向じゃなかったらそっち行く、どう、あー理解行くよね、大丈夫だよね、君たちは賢い王だから大体大丈夫、おっとそんなとこなくなって目つらしいね、そこ行くんか、挑発受けるんだ、まあ仕方ない仕方ない、全然問題ないよ、殴りは勝ってる、殴りは基本的に勝ってるから大丈夫、ラッコちゃんビッグアイでもいいですよ、判断力的には殴らんくはない、オッケー賢い、ビックリしたわ、はいドラゴちゃんも、はいはいよいしょ、ガンドフ珍しいじゃねえかガンドフが受けるのはマジで珍しいわ、ここは焦らなくていい、ドラゴちゃん、ドラゴちゃんナイス、はい終わり、はい終わりなんだよはいリーサルありがとう、はいいい勝負だったね、楽しい勝負だったね、なんだよこれ1680、なんだよこの大差は、さあ平野元に帰ってまいりました、3回戦からね鬼コンボを再び登場、鬼コンボちょっと休息したんでねもうちゃんとねあのズルはね見せていくんで、僕もさあ鬼コンボで再び挑みましょうや、さあどうなんだろうな、本来の攻略であればここって仁王立ち使うのめっちゃ安定なんですよ、ただ今回に至っては敵が打撃耐性も持ってるせいで打撃通しづらいし、殴り負けちゃうことを考えるんだったらどうなんだろう、4ターン以内に仕留めればいいんだけどね、確かに仁王立ちワンチャンあるっちゃあるんだけど、猛毒の切り使った時の被害がでかいんだよな、できれば殴り切ってほしいのはもちろんそうなんだけど、ダメージ負けてんな、敵が称号だけでさ400弱出してんのはやばいな、さあウルトラスタンプ大事になってきます、行ってこいウルトラスタンプ、さっきのラーメン晴らしてやれや、貸すよなお前貸すよなお前、もうねこの辺りになってくると、そういう合体モンスターとかそういうお遊びは通用しないんだよね、一部の合体モンスターならここもいけるんだけど、本当に一部限られたやつじゃないといけない、さあパフパフタイムです、さあさっきはね合体モンスター大丈夫だって、そんな何回もポコポコ止まらん、 OK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  そんな合体モンスターポコポコ止まるわけないからね普通、うんなんかこのパートだけでめちゃくちゃ止まってるような気がするけどな、うん大丈夫大丈夫、そこまでいけてんなら大丈夫だ、さあ問題は次のターン耐えないんだよね、でもさっき3ターンで死んでたよね、厳しいな、会心一発欲しいな、出なかった場合仁王立ち、よいしょ、あーいやこれだとね足んないね、でヘビーアックス食らうんだもんね、いやーどうしよう、仁王立ちにするか、ここ守ってみるか、ちょっと守りに出よう、ここで動く石像とライノソルジャーは少なくとも絶対大丈夫だから、ネビュラか迷ったけどね、ネビュラか仁王立ち、一旦とりあえず生き延びてみるか、ここはオッケーオッケー、しかもねガトリアンアタックになってくれるのありがたい、すごくありがたいねこれ、
ネビュラだと生成されてさ、そのまま削り切られるってことあるから、一回弱パンチ入れようか、ここで。ここで弱パンチ入れて、次のターンに鬼コンボが走ることを祈ろう。ライナソルジャーも奥石のも遅いから、鬼コンが割り込めるかもしれない。ここでね、ちょっとパンチ欲しいね。よし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 、いいよ。まあでもね、どうなんだろう。素早さはみんな拮抗してるからな。頼むぜ、鬼コンボ。さあ、ウルトラサンプル。行ってこい。いけ、あー、足んねー。360残っちゃうか。一発会心で終わるよ。よいしょ、あー、363か。363か。猛毒の霧はね、多分ね、はぐれメタルが逃げたら負けになっちゃうから、あ、ガタにガタか。そうなったら猛毒の霧でいいんだけどな。ヒットアンダーウェイがされたら負けるからね、ウルトラスタンプするしかなかったわ。頼む、鬼コンボ割り込んでくれ。鬼コンボ割り込めって。割り込める、割り込める、大丈夫大丈夫、割り込める。走れ走れ走れ、はぁ、来た、走れ、行け、ウルトラスタンプ行け、当ててくれ当ててくれ当ててくれ、あと一発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 、頼むぞ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 、ウルトラスタンプ頼むぞ、お前。よっしゃー。それを先にやれ。